begitu kiri.こんにちは。私は西村と申します。本日は私がご案内させていただきます。よろしくお願いいたします。まず転入の手続きになりますが、市民課にてお手続きとなります。この後私が一緒にご案内いたしますのでご安心ください。転入の手続きが終わりましたら、こちらの障害者福祉課で引き続き手続きとなります。障害者手帳の更新やその他の福祉サービス、障害者福祉サービスの手続きもこちらでできますので、身分証明書や印鑑等のご準備もお忘れずにお願いいたします。それではまずはじめに市民課へご案内いたしますので、ご一緒に行きましょう。このシステムは即時翻訳が可能です。このように聴覚障害者の方だけではなく、外国語を話す方とのコミュニケーションも可能となっております。